宇都宮動物園は、栃木県宇都宮市にある民営の動物園。コンセプトは、自然と動物と子供たちの触れ合いテーマパーク。再現宇都宮城宇都宮動物は、動物の距離が近く、実際に触れ合えることが魅力の一つとしている。動物園内には、遊園地も併設しているほか、夏季限定で営業しているちびっこプールもあり、冬季はこのプールが釣り堀として機能する。 園内には、天守閣府建築物の宇都宮城もある。毎月20日は、アニマルの人し、イベントを開催している。イベントや、教育の場に飼育員と動物の発見を行う、移動動物園、ワクワクランドを実施している。園内では主に草食動物向けにカットした野菜などの餌も販売し、来園者が自由に餌やり体験できる。 宇都宮動物園としての開園は1981年だが、前身となる施設として、大都観光総合開発が1969年4月に、河内町上田原に大都ランドを開業した。1971年頃に、宇都宮動物ランドへ、名称変更し、1977年3月に、宇都宮市場課内町の現在地へ移転。 1981年8月に運営会社が2度目の不当たりを出し倒産した。動物ランド自体は黒字経営であったが、動物ランドの利益をグループの不採算部門に継ぎ込み、債務超過となったのが倒産の要因である。債権会社のうち荒台産業が動物園の経営を譲り受け、現在の運営会社である有限会社宇都宮動物園を新規に設立し、 宇都宮動物園として再出発した。2003年に仙台園長が病に倒れ、証券マンだった現園長が就任した。餌代確保のため、宇都宮市内の商店や企業の広告を動物の檻などに出すようになり、年間150万円の利益となっている。広告は飼育員による手掛けである。像の糞を煮詰めて紙を作り、運がつくお守りとして販売。 動物の赤ちゃんの命名券販売などユニークなアイディアを出している。プール園内は6つのエリアで構成されている。園内の一角に遊園地があり、入園料は動物園と共通だが、各アトラクションごとに遊具料金が設定されている。プールは別料金となるが、共通券も設定している。ありがとうございます。